皆さん最近泣きましたか？昨日泣いたって方いらっしゃいます？あ、すごい。あ、3人ですか？3人も。すごい、すごいですね。ちなみに何で泣いたんですか？じゃあ涙活セミナーの始めたいと思います。この涙活って言葉は以前から知ってたっていう方いらっしゃいます？この涙先生という活動を始めて7年半年になります。人を泣かせてスッキリさせるという職業をやっております。7年間で今まで泣かせてきた数は5万人ぐらいいきますね。泣かす手段ですが、映像や絵本の読み聞かせ、手紙の朗読等を使って泣いてもらっております。いろんなジャンルの映像を使って人を泣かすということをやっております。涙活の一番大切な効能はストレス解消ですね。どんな涙でもいいわけではないんですね。感動の涙が一番望ましいですね。うるるはダメなんですよ。一滴でも出す。でも願わくば大号泣してほしいですね。そっちの方がすごくスッキリの度合いが高くなります。日本人って実は本当は泣きやすい体質の民族かなと思ってるんですね。例えば古典で結構泣くの表現が多いんですよ。現代の日本社会は非常にやっぱ泣きにくいなと思うんですね。我慢してる人多いですよね。もう子供の時から泣いてはいけないっていうことをやっぱ教えられている。その結果子供たちが大人になってもやっぱり自分を閉じ込めてしまう。でその結果やっぱり体を壊す、ストレスを溜めてしまう、病気になってしまうっていう人がいますよね。だから本当に泣くことに対してネガティブに思っている人は多いと思いますね。泣いちゃいけないっていうその思い込みを外してあげることが一つ私の役割としてあると思ってやっております。そんなに泣けるものなのかなって思ってたんですけど、溢れるというかちょっと苦しくなるくらい泣いてる自分にびっくりしました。お風呂上がりのようなぐらいのスッキリ感覚、ですね。やっぱ人間の喜怒哀楽の中で一番泣くっていうのが一番自分が出るんですよ。自分を見つめてほしいなと。自分がよりよく生きるための一つの一歩として、この涙活っていうのは一つ機能してるのかなというふうには思っております。この涙活はね、スピリチュアルな部分もあると思いまして、やっぱ来るお客さんの中でですね、涙活を体験してですね、ハイヤーセルフになんか出会う、新しい自分に出会う、その結果悟りの境地に至るだとか、そういったことを言うお客さんもいますね。なぜ人は泣くのかって考えることはすごく大事なことだと思うんですよ。そういうことをここで考える、その時間を持つことがその自身の人生の充実した一つの一場面にね、僕はなるなと思いますね。